99タコかいな。あ、すいません、テヤンデートイカンです。今回はですね、スケールフィギュアではなくプライズフィギュアのご紹介です。ということで今回ご紹介するフィギュアはこちらです。フリューから発売されていますプライズフィギュア、ヌードルストッパーのフォーリナー葛飾北斎です。はい、来ました、ベランメイク長がめっちゃ可愛い葛飾北斎ちゃんです。いや、僕ね、今 FGO の中ではこの北斎ちゃんが一番好きなんだよね。もちろんね、ポーリナの北斎ちゃんも頑張ってドロップしたし、今もねやってます。久々に FGO、 あの水着のセイバーのね北斎をゲットするために久々にやってますよ。でもあれ時間かかるね、あのゲームがね。なんかもっと簡単にクリアできる方法とかないのかね。なんかあの漫画でできるの主人公みたいなこと言ってるけどね。でこれはクレーンゲームの景品なんですが、僕はあれ苦手なんでね、あれやってたらね、なんかもういくら使うかわからないんで、僕はメルカリでゲットしました。だいたい今ねこれアマゾンだと4000円くらいなのかな。あの FGO のヌードルストッパーというとね、前回のニトクリスの出来も良かったみたいなので、この北斎ちゃんにも期待が持てます。でちとねフリューさんのサイトみたいな感じで今回ディスプレイしてみたんですが、あの後ろの招き猫とかはあまり気にしないでくださいね。ではね、開けていきましょう。フィギュアは分割されて入ってて、この小分けに梱包されてる中にはこれは髪飾りですね。それと手に持ってる筆ね、あの大きな筆もこれも分割されて入ってます。あーでもよくできてるね、これは予想以上だ。これこの顔の敵でプライズって、これコスパ良すぎないですか。すごいよくできてる、顔が似てる、もう顔が似てるだけでオッケーって感じするよね。髪飾りもこれ細かいね、これもねプライズレベルって感じじゃないよね。うん、すごいよくできてる。あと後ろの帯も綺麗、これはプリントだね。うん、プリントが細かい。うん、これはいいですよ。ではね、ちょっと組み立ててみます。はい、筆を持たせたヌードルストッパーな葛飾北斎ちゃんがこちら。いやー、いいっすねこれ。うん、雰囲気があるね、あの江戸っ子の雰囲気バッチリじゃんこれ。あとこの子はやっぱりね、そばのカップ麺に合うね。うん、和だもん和。頭に乗ってる髪飾りの雰囲気もいいし、帯も綺麗だからこう後ろから見た雰囲気もいいしね。これはね素晴らしいクオリティだね。ただね、ただこの手に持ってる筆がでかいせいか重たいせいか、バランスがめっちゃ悪いです。下が平らだと多少は安定するんだけど、カップ麺とかだと少しでもね柔らかいところだともうほぼね自立しません。自立というか後ろに倒れちゃう。これ持ってるとまずカップ麺の上には乗らないし、普通に飾っててもすぐに倒れそうだから、なので他のものを乗せることで安定性を確保します。まずはカップ麺といえば、そう箸です、割り箸。これねしっくりくる、見た目もねよしこれから食うぞティアンデーっていう感じが伝わってくるしね、割り箸は最高です。次にこれね、他の人がやってたんだけど歯ブラシ、これ洗面所に置いてね、使わないときは北斎ちゃんに持ってもらうというのが最高。ただし北斎ちゃんが濡れちゃう危険もあるので、あまりおすすめはしないです。まあ細いものなら何でも乗せられるよね。あ、ちなみに例のガンプラリアルグレードのニューガンダムは部分塗装と墨入れまでは終わってます。あとはねデカールを貼るだけ。ただ今はね FGO のゲームの方が忙しいんで、またしばらく後になりそうです。でフィギュアの方をねじっくり見てみますと、やっぱりねこの頭に乗ってる髪飾りとかがいいんだよね。この大きな花の髪飾りがねいいバランスなんだよ、デザイン的に。あと後ろのかんざしもねこれもいいです。塗装されてないところもあるんだけど、これはね自分で塗装してやっちゃうのもいいかもね。金のところは塗装されてる。で顔が素晴らしい、アイプリがしっかりしてるんだよね。このアイプリはあのスケールフィギュアのと変わんないもん。そんなに口の開き加減とかも絶妙、素晴らしいです。この顔は完璧です。
で、衣装がね、ここら辺がちょっとプライスクオリティかな。まあパッと見はね、そんな悪くないんだけど、よく見るとね、細かいところに塗装のはみ出しなんかが見られる。最近あのスケールフィギュアだとこういうのほとんどないからね。ただね、その分この帯周りみたいに付属品がいろいろついてることでクオリティが高く見える。この帯のところのプリントもね、すごいいい感じ。後ろの帯なんか見てもね、やっぱりね、プリントがいいんだよね。塗装だと甘いところはあるんだけど、プリントされてるところは綺麗、素晴らしいです。この大きな筆なんかもよくできてる。あの毛先の部分は塗装だけど、その下のところはデザインはね、プリントだよね。あとね、驚きなのが指の造形。これスケール的には8分の1あるかないかなんだけど、その小ささでもしっかりと指先まで造形されてるの。しかもこれね、指先とか肘のところにはシャドウが拭いてあるっぽいんだよね。マジかこれって感じ、ほんとすごい。はい、ということでヌードルストッパーのフォーリナー葛飾北斎のレビューは以上となります。いやー、いいね。実用性はないけどいいねまあでもフィギュアだからね、実際あのお湯を入れたカップ麺の上に乗せる人ってそんなにいないと思うんでね。でこれ普段はね、なんか段差のあるところに飾ったりできるしね、あの本棚の端とか。まあプライズだからそんなに汚れるのも気にならないし、どっか本当あのそこら辺にポーンとね飾っておくのもありだよね。まああと北斎ちゃんのフィギュアも、あのスケールフィギュアの方ね、あれも出るのはまだ先になりそうだから、まあとりあえずはこれで満足しておきます。デアンデイではでは、今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったら高評価をお願いします。あなたの一票が私の動画作成の励みになります。どうぞよろしくお願いします。合わせてね、チャンネル登録の方もお願いします。それではまた次もフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。